YouTube は大丈夫です。あの動かないだから何も見なくていいです。皆さん、ちょ、セカンド、あの宝くじの抽選、はい、抽選会をここでやるので。そうなんですか。はい。それまだ買ってないな。あ、あれです、あの、ドト6とロ、はい、ミニドトです。おお。それをちょっとここで。大丈夫ですか。あ、大丈夫、大丈夫、全然大丈夫。はい、じゃあ1分前です。はい、なるほど。じゃあ、大きいだね。ザ・ケプリスマスのいつものタイトルコールからお願いします。はい、はい。壊れかけのラジオ。皆さん、コンバースデー。コンバースデー。この番組はギノワンヒルズ通り FM ギノワン、海の見える素敵なスタジオより生放送でこの後23時まで放送します。また壊れかけのラジオではメッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmginowan.com。 また FM ギノワンではツイキャスト、 YouTube ライブで映像と音声をネット配信しています。FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。 YouTube のチャンネル登録もよろしくお願いいたします。壊れかけのラジオ MC のチョックンです。そして天に願うと書きまして天願ことアキラです。よろしくお願いします。どうも。始まりました、今年最後のラジオですけど、メリークリスマス。メリークリスマス過ぎてる。過ぎてる。だってね、色はね、あのメリークリスマスなんですけど、ね、今日はクリスマスカラーでちょっと攻めてみましたが、なんとあと3日後にはもう正月がやってくるというね。早すぎる。もう今年早すぎません？なんか、うん、もうどのくらい早いかちょっと言ってみて。どれくらいかな。光ぐらい早いかな。うん、普通だね。光ぐらいってどのぐらいって例えが一番難しいと思うよ。確かに。でも光って早いじゃないですか。まあ早いよ。音よりも早いですから光って。音よりそうだね。おー、さすがキャンティー詳しいね。そう、じゃあそんな僕らのこの1年を振り返る集大成。そうですね、はい、もう今年最後のラジオ、ね、まあ、次につなげるためのラジオでもありますから、うん、そう、次来年ね。そうですね、本当に今年もいろんなところでね、そのコネクティングピーポー、まあ、CP を歌ってきまして、 そしてその僕らのその第なんだっけ、夢の共演第1弾としまして、はい、ゆいど宝さんの番組にね、参加させていただいたということ で、ね、初めての自分たちがあの違う方のラジオに行くっていう、そう、この輪を、そしてこのゆいを、はい、どんどんこの FM ギノワンで広めていけたらいいなと思っております。そうです、よかったのは、あの愛さんも、バンジョー愛さんもね、はい、選手はおせっかいピーナッツさんも一緒にやってますから。そう、ほんとね、これはもうすごいことだと。本当にそうですよ。なんだったらもういろんなところでもう、あ、そうだ、そう、バンジョーアイさんといえば、そのこの間ライブ、そうですね、うん、来たる19日の12月の19日にあの寺子屋、アジアダイニング寺子屋という場所で、ね、クリスマスのチャリティーライブがありまして、そこに参加させていただきましたね。とてつもなくすごいアットホームなライブだったね。そうですね、まあ、隠れ家的な、うん、いいよ、あのお店で。そう、
本来はね、なんだっけ、ライブその会場として、はい、今、はいはい、その寺子屋さんの会場を貸してるということで ね、どんどん皆さんそのライブやりたいとか歌歌いたい、なんかイベントをしたいという時はぜひそちらを、ね、使っていただければと思います。寺子屋さんに使っていただいて、ヤッシーさん聞いてるかな。ヤッシーさん聞いてるといいです ね、本当にカレーまた食べに行きます、はい、美味しかったですね、はい、で、うん、その19日、まあ、自分もあの3曲ほど歌わせてもらったんですよ。そうなんですよ、皆さん聞いてください。本当にうちの直がねなんか生意気にも3曲歌っちゃってね本当にすいません、うん、もうでも楽しかったですよ。やっぱり初めてのことだったので、うん、まあ、一応緊張しましたけど、まあ、いい機会だったので、ね、はい、いやでも本当に直のねこのラジオの声とはまた違ったその歌、はい、歌声か、はい、めちゃめちゃ良かったよ本当に、はい、ありがとうございます。あの俺あまり人褒めないんだけどそうなんですか、うん、あなたほんとちょっと感動した。良かったです、本当に良かった。だからそのねライブ配信っていうかその様子も、はい、まああの愛さんのインスタの方でやってますので、うん、そうそう、皆さんアーカイブが残ってると思うので番長愛さんを検索していただいてね、はい、ちょっと自分のところは飛ばしてもらってお前飛ばすんかいあの、まあ、見てほしいですけど、うん、ちょっと恥ずかしいので、ね、まあ、そこで、出演者、はい、ね、皆さん出ていて見ることができるので、そうですね、なんか愛さんのなんかつながりというか生徒さんとかも出てるでしょ。今よく聞いたら自分も含めて そのボイストレーニングやってる生徒さんたちが主にメインで出てて、うん、まあ、そこからつながっている、まあ、毛利さんって方がいたんですけど、毛利さんもからのこのお友達の方とかもいっぱい来ててね。一光さんよかったね、すごいすごかったですね。古典民謡、民謡初めて聞いて、やっぱりその普通のね民謡とは違う古典。そうなんですよ、なんかやっぱり自分たちもねどこが古典とかその分からないじゃないですか。そう、あ、説明をやっぱね、説明というか、まあ、一光さんも言ってましたもん ね、なかなか分かる人はいないよっていうことで、だぜひその違いを聞くためにはそうなんですね、一光さんのライブ行った方がいい。これはそう聞いて、で一光さんあの女村で、そう、コーヒー飲んでるから、コーヒー飲んでるから、うん、コーヒー飲みにおいでと、そう、そこで行って IKKO さんに曲を弾いてもらうそうそう、めちゃめちゃお得やないかい、そのコーヒータイム、はい、あの、うん、歌を聴きながらコーヒーを飲んで、コーヒーを飲めるという、まあ、ちょっと本当にちょっと最高だと思いますね。女村に行った際には、はい、ちょ、絶対行こうね、絶対行きましょう、うん、あの、アポなしで、アポなし、アポなし大丈夫かなアポなし大丈夫ならいいんですけど、いやでも、本当にそういうユイの、まあ、つながりを、そうですね、このライブでめちゃくちゃユイがつながっていって、うん、でもコネクティングピーポー、その活動報告もやっぱり兼ねて、はい、この間ね、ユイズ宝の、まあ、せいやさん、せいやさん、しっかり、ケイさん、ケイさん、かわちゃんね、その時出てたの八木一平さん、あ、一平さんね、はい、皆さんにその報告もできるように僕らがこういう活動してますっていう報告をどんどんやっていこうよ。そうですね、うん、そのためのラジオでもありますから、せっかくのこのユイをもういつもね、あのお二方のフェイスブック見てますけど、はい、今日もどこかでゆいみたいな感じで、すごいよ、1日1回ゆいってるよゆいってるゆいってるゆいってるって当たってるんですよ、ゆいっとるよ来年流行語大賞だな、これゆいってるね本当に。俺たちの CP はどこ行った？多分負けてるねあの CP がちょっと薄れてきてるまあでも CP はこの夜広めましょう。そうだね、つな、うん、がりね、そうそう、コネクティングだ、つなげてつなげてつなげていってるこの作業、僕たちのことを CP っていうかもしれないしね。もしやってる人たちのことを CP っていうか、そうだね、でつながったらユイに変わるというそれでもそれでも全然すごい、やってること自体は一緒なので、一緒だからね、うん、気持ちは、ね、うん、一人みんな一緒なので、それは別に分けるっていうわけでもなくて、それが全部つながってればいいのかなっていう。なんか今日もいいこと言うね。いいんですか、チョーク今日も、今日も選手言いましたっけ選手はほらおせっかいピーナッツさんと一緒にね、はい、壊れかけのピーナッツとか言って、そうやりました ね逆、今度僕らがじゃあゲストで出た時はどうなの、おせっかいラジオ、ラジオそういうことなの、おせっかいラジオ、おせっかいラジオ、でもなんか新鮮でいいねあの、うん、ぜひあのジングルの時 の、 あのよくね、ゆきさんのキャンさんがやるやつ、ね、自分がやってみたいなって思うんですけど、キャンティーのあの叫びが聞こえるかもしれないあ、あなたに素直がそれやるの、一緒にやって、一緒にやって、素直って誰あの自分と一緒に やりたいなって、やりたい、あれやっちゃう、はい、超楽しみだね、せっかくなのでやりたいなと思ってます。であと自分が今履いてる T シャツなんですけど、この愛さん見えますかね、番長愛さんからなんとサイン入りで、わあ、いいアングル見えます？見えるよ、すごい。なになに、番長、はい、壊れかけのラジオ、アッキーラさん、いつも輝いてます、ファンです、今度メールしてね、ありがとう愛さん、うん、
想像力豊かだな全然書かれてないそんなに書かれてないですか。書かれてないね。あのラジオの名前と自分たち MC の名前書いてもらって、ね、書いてますね。でこのシャツもあの愛さんのこのモチーフにしてるシャツなんですけど、だこのさ本当に T シャツも もちろん欲しい、はい、欲しい買いたい。どこで買えるのか分かんないけどさ、まだ一応発売はしてないですね。に合わせてマグカップとかも作ってほしいなと思って。そうですよね。そうここでコーヒー飲むとかこっち飾りたい。そうですよね。本当にマイカップね、作れたらいいなと俺は思っております。本当にいいと思います。だって自分この T シャツ、うん、あ履きたいです、ラジオで履きたいですって言いましたもん。すぐあの履くのは靴だからシャツはつけるだね。あごめんなさい、違うな、着るだな。着る、うん、まあ、どっちでもいいよ。つけつけ壊れてます。もう年末に向かって壊れていってます。壊れ続けている、うん、そんな壊れかけのラジオよろしくお願いしますお願いします、本当にいろんなね、まあ、人と今年は出会った。そうですね、楽しかったですね。あ今年も本当に他のほら生徒さんも今ボイストレーニングボイトレは同じ場所でやってるんでしょ。そうですね。だけど生徒さんと生徒さんがその顔合わせてことはつながるってことは特にない。やっぱり自分の都合で、まあ、時間合わせてやってるので、ね、会うってことはないんですけど、たまたまそこで会った、あと桃花ちゃんがあと一緒にコラボしようよっていう話はしたんですけど、これまた楽しみだね。そうなんですよね。またこれから広がっていくっていうことも、まあ、あると思うので、本当いいよね。本当に楽しかったですね。またうちの番組にも遊びに来てくれたら嬉しいですよね、はい、桃花ちゃんと、あとまたジンさんなんとハワイアンミュージックね。今アキヤさんが推しのハワイアンミュージック、ジンさんめちゃめちゃ良かったその隣で踊ってた下地さん、はい、下地さん、フラダンスの ね、はい、とあと、もう一方お友達も来てましたよね、はい、上原さんから、上原さん、メガネか、あ、メガネかけてメガネかけて、ジンさんか、メガネかけて、メガネかけてのはジンさんで、そう、なんかそこの近くだから歩いてきたよって言ってたもんね、お友達足悪いのに、そうそう来たって言ってて、すごい熱量だと思って、そう、ジンさんすげえなと思って、いや、楽しかったです、本当に、ね、いや、その、だからみんなでこの作り上げたそのチャリティーライブ、はい、いや、もう本当に子供たちに笑顔が届いてるといいなと思って、本当にね、そうですね、やってる意味もありますからね。そうそうそう、まあ、子供だけじゃなくて沖縄の、ね、貧困層に何かと、うん、この沖縄の今の現状を変えきれたらいいなという思いを込めたチャリティーライブだったので、本当に良かったと思います。またね、第2回、うん、第3回あればまたぜひ参加したいですね。じゃあここで曲いきましょうか。いきましょうかってなって行ってよ、はい、じゃあビーズ見えない力。あ、やっぱりそうなんですね。エンディングのこれだったんですね。印象的だったんで。ですよね。アニメでビーズ。そう、アニメで。そう。本当に思った。しかもこれ合ってるんですよ、このアニメの、エンディングと。合ってるの？合ってますよね。合ってますね。かっこいいですよね。いいですよね。ヌーベはもうジャンプ、少年ジャンプでしか見たことないから。うん、自分はどっちかアニメ。だからね。世代的にアニメ見てる。まさかビーズで。来るとは思わなかった。これアニメで使われたの多分これでしょ、最初じゃないですか。次にギリギリチョップとかコナンで、はい、あ、これ、あ、そうですよね、ギリギリチョップ衝動とか、はい、ギリギリチョップはしてた、衝動してます、ん、衝動、あ、衝動ね、知らない絶対知らない、衝動ちょっと惜しい、ちょっと惜しい衝動かっこいいっすよね、かっこいいっすよね、あれ PV が本当に衝動なんですよ。へぇ、衝動と衝動が、稲葉さん、遊び心が歌に入ってるから面白いのよ。ああ、確かに。本当に、すごくて。ビーズソングって言うんですね。そう。擬音語とか結構使ったりするから、うん、ホームっていう曲もそうなんだけど、合間に、テクマクマヤコンとか入ってるからね。アッコちゃん。アッコちゃん。アッコちゃん。すごい面白いね。ピエロって言っても面白いですよ。ああ、いいですね。僕はアローンが一番好きです。ああ僕が中学生俺、生まれてないやん。アロー僕らはって言ったんですけど、僕らって言ってる時点で一人じゃないか確かに単数だしな、でも英語の部分がすごい好きでいいっすよね、もうそうですね、あれ歌詞に書かれてないんですよ、歌詞が書かれてないんですよ、あれでもあそこ聞いて覚えて歌ってました、
みんなそうですよね、あれね、歌詞にないのあれ。あ、最初の方のやつですか。最後、あの方はね、ネバーセイダイみたいな感じでネバーセイダイ。ビーズを聴き始めたのが、あの愛のままにわがままに僕は君だけを傷つけない、一番長いタイトルですよね、はい、確か俺ラブファントムですね。ラブファントム、はい、あの X ファイルっていうドラマの歌だったり、もうそれこそ本当に僕はアローンなんですよ。衝撃的だった。アローンはどの世代だろうね。世代っていうか、これ見えない力ぐらいがもう物心ついた時に親が聞いたっていう感じ。見えない力、これ聞いたらもうヌーベしか聞いてこないですよ。ヌーベーかぁ、愛のままにわがままにはもうあれなんですよ、ドラマの最有機の主題歌だったんで。へぇ、前のですか。あのモックンがやってる方のドラマ。分かんない、加藤慎吾からしか分かんないですね、最有機は。いや、もう最有機のいくつもあるんですよ。ありますよね、あの酒井マチャーキーマチャーキーがやってるものとか、だからもう結構古い歴史はあるよね、うん、だから。いや、ビーズのドラマは何か、あれかな、あのブザービート。あー、はい、ね、あの、あの、一部、はい、そう、それがもう印象的、すごい。でも面白い、もう本当にすごい。昔の歌では好きですけど、太陽の小町とか。あー、いいっすね。今の時期はいつかのメリークリスマスでしょ。あ、そうだね、いつからメリークリスマス流れる、絶対流れる。プレジャー98とか。ああ、来たじゃん。キャンさんめちゃくちゃ仕込むし。ビーズファンですか？ビーズ大好きです。で、今の親友と仲良くなったきっかけがビーズ好き。あ、そうなんですか。ちょっとキャンさんマジでビーズパーティーしましょう。ちょっとみんなでビーズパーティー。めっちゃ歌いたい。ビーズパーティー、放送で好きすぎて歌ってたら、それが放送されてたの。試験募集なんで。ファイヤーボール歌ってた。いや、ほら。たーましみ火をつけろってやつが全部入ってたんですよ。校内放送全部流れて、やば、面白い。あの電源入れてるつもりで押したボタンが緊急マイクだった。いや、でもファイヤーボールか、最高だな。緊急マイクじゃないですか。その試合見てますか。はい、いや、全フルで聞いてたね。いや、でもね、ファイヤーボールもその熱いけど、青い弾丸もなかなかのすごいですよね。青い段階いいっすね。あれ、大人になってまたなんかちょっと来るんすよね。来るんすよね。あのギターのあの鳴りが、なんかしみじみ来るんですよ。松本さんファンが。やばいやばいやばい。しかもあの叫ぶところがもうね、ウルトラソウルより響きがいい。あ、確かに。盛り上がりますからね。だから来月の、エンディング曲が入ってるんですけど、ビーズの恋心を、ちょっとエンディングでちょっとお願いします。恋心も好きです。忘れない。小学生の時にタイム口ずさみながら歩いてキスしたい気分さらって。めっちゃいいじゃん。危ない。女子にめっちゃいいじゃん。キスしたいよーつ。歌だし。バイバイ。お送りしております。この番組は壊れかけのラジオです。ギノワンヒルズ堂にあります FM ギノワンのスタジオより、この後23時まで生放送でお送りいたします。くーこちょっとちょっと口元がもかもかもかもうダメだ、もうできない。もう来週だなこれ、来週。お前やめろ。ごめんなさい、本当にごめんなさい。もうね、おせっかいピーナッツさんからせっかくいいのいただいたのに使わないと、ね、ちょっと、うん、忘れてたのっていうのあって、うん、お前ごめんなさい、本当にごめんなさい。それで何俺こう言ってんだよ。ごめんなさい、これ次はやりましょう、うん、ごめんなさい。壊れかけじゃない、壊れてる天眼じゃねえかそれ。もうツッコミどころが満載すぎて。もうちょっとやばいですね。これじゃったらもうお腹壊すんで。お腹壊すな。もう腹を抱えろ。じゃあここでちょっと新企画じゃないけど、はい、せっかく年末ということで、そうですね、直我々ちょっとね、年末ジャンボ宝くじとは言えませんが、はい、若干それに近いロト買っちゃったね。そうですね、ミニロトとロト6、それぞれが買いまして、ちょっとこの場で
なんと番号発表して、まあ、僕らも今初めてね番号が当選してるかどうかということで、そうなんですよね、そう当選をちょっと皆さんで楽しんでみたいかと思います。まあ、みんなは買ってないから楽しめるかどうか分かんないですけど、僕らのちょっとリアクションを見て、あーこいつら外れたな、あ本当に当たったんだぐらいのね、そうですね、ちょっと楽しみで、そう皆さんにこの若干なんていうの、買うことの喜びをおすそ分け、はい、夢を与えたら、夢にな、あーまあそうだね、そうですよ、与えようかみんなに、じゃあ、ますか、じゃあどっちからいきます、じゃあ俺からちょっと読み上げていい、どうぞ、あ、自分、じゃあ自分の抽選結果を言うってことですよね、そうそうそう、はい、直が買ったロト6の抽選結果を私が読み上げます、お願いします、番号を読み上げます、どうぞ、じゃがじゃがいきます、はい、じゃでん、はい、02、はい、ありますか、ないです、ない、もうダメじゃん夢ない、あ、大丈夫、まだ2頭残ってるから、2頭残ってる、はい、大丈夫、早い段階で1頭消えたなおー次いきます、はい、03ある、はい、あります、ある、はい、来たね来たね来たね、22、飛びすぎだろ飛びすぎ、俺に言われてもね、03 23 22 22、はい、お、まだ残ってる、いや残ってない、あ、うん、早い段階で消しといてよ、もうペンで、まず22がないですよ、終了、あ、まだ、まだ3頭がある、まだ、はい、3頭が3つ当たればいいので、オッケー、じゃ次26 26 顔が曇ってきてるもっと笑顔でいけ、26ある、ある、よし、そう、みんなに夢を与えろ、はい、35 35 35、お疲れ様でした、あー、ありがとうございました、待ってはい、35はないですね、ちょっと待って、26、うん、35ですよね、うん、35です、ちなみに最後何ですか、最後42、あー綺麗に外れてますね、 OK、 じゃあもうこれ、あ、0、あ、3と42と35 35 26 26 22 22で2、あー惜しい、2個当たってますけど、2個当たった、おー、あの、あと1個当たったら、お、あの5と一番下のやつだったです。だったということで皆さんちゃんちゃんっていう、はい。こちらはじゃあ終わりということでね。終わっちまったか。待ってよ。私もちょっといいですか？いいですよ。いつでもいいですよ。カモン。バンバン言いますよ。バンバン言わないで。どうぞ。じゃあ行きますよ。はい。一つ目が、うん、7。お。お。お、ある。あるよ。ある。あるよ。次。うん、19。19？ 19。あるよ。本当に？あるマジマジマジ、え、次当たったら当たりです、うん、どっちか入ってれば、うん、22、あ、オッケー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 、もう顔で分かるな、あるよ、あるあるよ、本当の22、うん、じゃあ24、あ、これはない、これは本当にない、これはない、31ない、30だったらよかったな、で、ボーナスの数字が21ですね、で、うん、3つ当たってます、3つ当たってる、あ、当たりじゃね、あ、違う、ん、4つですか、待って待って、ロト、待って待って待ってちょっとね、あきらさん、うん、今まで当たったことないらしいですよ、そうそうそう、ちょっと待って、3つ当たりまでいけるよ、これ、あ、分からない、3つ当たりだったら本当に初当たりですよね、おう、これはマジ、ちょっとすごいかも、え、ここで、うん、どこに来るんですか、FM ギノワンで、FM ギノワンでもしかして当たっちゃったら俺、もう FM ギノワンさんに1000円1000円1000円か分からないですけど、寄付、当たってる、当たったら1000円、その4等、4等がね、じゃあキャンさんに寄付ですね、うん1000円はそうだね、あ、待って、何個、何個外したか書かれてないんだけど、どうやって見るのこれ、これ大体何個当たったら1000円とか、何個当たったらいくらかとか、うん、だと思うんですけど、書かれてないですよ、ね、マジ、3つ当たりかな、ごめんなさい、皆さんちょっとね、今ね、この宝くじのこのあれを見てみますので、へえ、これ当たったらすげえな、いや、なかなかここで当たりますか、今まで当たったことないのに、いや、マジちょっと当たってほしい、仕組み、オッケー、来た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 、はい、どうで、どうです、来たよ来たよ来たよ、なんと、はい、3個、お、4等1000円当たりましたおめでとうございます、ありがとうございます、イエーイ、初、初、ここで、ここですげえよし、FM ギノマンさんに何買ってあげようかな、1000円だよいや、すごい、いや、3つ当たりまでいける、初なんですよね、初、いける、いけるじゃん、いけた、くそー、まあ、皆さん、こうやってね、夢夢をつないでいきましょうよ、年末ジャンボもありますからね、自分たちは勝ってないですけどいや、マジっすか、当たると思わなかったっすね、当たるもんなんだね、いや、意外と、うん、俺初めて当たった、
いやでもここだったのが良かったんじゃないですか。そう、やっぱ FM ギノワン何か持ってらっしゃいます。本当にそうですよね、うん、本当にびっくりした。キャンさんマジやばい。始まる前に本当に当たったらどうしようかって話してたんですよ ね。その時どうしようって言ったもんね。どうもできなかったけど、ごめんなさい皆さん。まさかの大当たり。いやもうと20何2位って来た時、はい、でも5個中3個当たってるってすごいですよ結構。そうでもあのさっきの31が惜しかった。あれ30だったの俺だったら、あ 4と3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 と
もうラジオ終わっちゃうので、うん、それは後ほど。後ほどね。はい、いやーでもよかったな、本当に今年最後の最後でこういう皆さん私のハッピーをお裾分けできてよかったでございます。じゃあこのね1000円をね、うん、僕のお年玉にしてもらって。お年玉かー、はい、そこお年玉に消えるんだろうなきっとだと思いますよ、まあ、あの時期も時期なので待てよ3とあれ31にしたら1万800円だったね。あ10倍10倍もお願い31いや当たっただけですよ、俺当たってないですからね。あそっかもうねもうって考えたら全然いいですよ。あでもこの抽選の話も面白いかもしれないね。本当にいいと思います本当に、ね、あみんなも何なんかなんだろうな、そういうプチハッピーみたいなメッセージとかくれたら嬉しいね。そうですね、うん、また来年リスナーさんからのたくさんのコメントまたあのリクエストとか、うん、テーマとかもリスナーさんに決めてもらおうかなって一応思っているんですけど、そうこれまあ最初から言ってたもんね。そうですね、一緒に番組を作っていこうということでどんどんテーマとかいただいたらそれをどんどん深掘りしていきながら、そうですよ ね, ね 僕らと一緒に楽しめたらいいなと思ってるの で, そうです、リスナー参加型のラジオになりますので、うん、じゃあ行きましょう最後のコール。じゃあまた皆さん来年お会いしましょう。じゃあグッバースデー、グッバースデー、良いお年を。マジで当たるわこれいいっすね。自分ラジオでじゃあやってみようかな。年末ジャンボ。これで高額当選したら逆に生まれますよ。高額当選したらすぐすぐ。だから今当たっね、本当に高い金額だったら当たってても外れましたっていう。去年の年末ジャンボで今までの最高当てたんですよ。いくらですか？5等ぐらいで多分1万円当てたんですけど、かけた金額リスクなかった。そりゃそうですよね。でも当たるだけ。いやでもすごい初当たりだ。去年めっちゃかけてもう人生で一番金突っ込んだんですよ。ちなみにお金は金額多いんですけど何枚買いました？ですね、3連バラっていうのを2組買いました。うわー結構な量じゃん。俺最高3万円使ったことある。100枚するの？そう100枚買ってなかったの？まあ見事にね、何千円しかなかったね。